ジェクト祈り、新型コロナウイルス疫病退散祈願をご再考申し上げます。はじめに大祓い創造、あの、ハワイに関する人がいる。
最終日はい、ご一緒にご一杯願います。Thank you.
にご拝礼でございます。森戸総城でございます。しばしの間皆様ご抵当を願います。
Thank you.
近平大会の日、このカメラの方はこちら大会連の中へと進んでいます。大神様のご神徳、ご秘密をいただきます。近平大会の日でございます。どうぞ、どこ一列がお並びになりました。以上をしまして、ご祭儀滞りなくお納めを申し上げました。ここで平和三山神社宮司宮野直美より一言ご挨拶を申し上げます。一言ご挨拶を申し上げていただきます。今日は二社一時におります地元鶴岡の祈りのプロジェクトということでね、まあ、行政も含めた形で、巻き込んだ今日の祭事だったんだろうと思っております。本当に今はコロナということでですね、国難というかそれより全世界がですねコロナの対応に振り回されているんだろうと私は思っているところでございます。昔からこういう疫病っていうのはあったんだろうと私は思っているんですけど、当社にはこの奨励祭っていうつつがむしの行事もございます。それぞれのお寺さん神社にもやはり伝統行事として私は残っているのがたくさんあるんだろうと、思っております。なかなか今回の場合はですね、地域の祭りというのに非常なダメージを受けましてですね、このお祭りができないと、伝統文化行事が継承できなかったという、まあ、今までもそういうことはあったかもしれませんけれども、今回の場合はやはり目に見えぬそういう細菌といいますか、そういうことで対応がなかなか私は難しいんだろうと思っております。この世の中はね、みんな大変だ大変だっていう時代でございますけれども、しかし私たちはね、まあ、いわば聖職者っていうんですか、神仏に仕える、奉仕者はですね、こういう時こそですね、やはり心の中は大変なのはそれぞれの例えば大変ですけれども、心の片隅あるいは顔とかそういうもんで、まあ、国民にですねこの力をね、エネルギーを与えてやるっていうのが私たちの務めじゃないかなと私は常に思っているところで、ございます。
まあ、では散々含めてね、それぞれの社には精神文化っていう、ね、心に何か与える力が私はこの信仰の姿には私はあるんだろうと思っております。そういうのを私たちは大切にしていかなきゃダメだろうし、まあ、今回のね二者一時のこのプロジェクトもね、大変意義あるもんだろうと思っております。まあ、数年前はね、東日本大震災の折には山形県の宗教者講和会とございましてですね、それぞれの山寺から始まりまして、ここで3年ほどやりましたけれどもね、やはり、まあ、慰霊祭も含めた形ですけれども、震災復興、それはやはり神社、お寺、あとキリスト教もここのご本社でですね祈りを捧げた経緯がございます。この意味でですね、まあ、善福寺の住職さん、祈りという字を書きましてですね、その意味込められたものは私は大きいものがあったんだろうと思います。大変だという前にね、私たちは、この自然の中で畏敬の念という言葉もね、私たちは忘れ去られてしまいました。そういうことをこと心に刻む、私はいい面でね、与えられた機会なんだろうと思っております。生活様式もね、いろんな形も全部変わってまいります。変わってまいりますけれども、その時代に合ったような形で私たちは時代とともに進歩成長してきたわけですけれども、まあ、コロナがね、疫病退散になるように記念するとともに、私たちの心もね、一度原点に立ち返るといい機会ですのでね、そういうものもやはりそのおかしみ日本人に私はいい機会だと思って捉えているわけでございますので、今後とも皆さんと共に歩んでまいりたいと思っております。ではありがとうございました。ありがとうございました。会議を終わります。Thank you.